高倉健、お徳のけじめ、死後17日目、胸中を語る。追悼公開霊言、大川隆法。前書き。長年私とは対極的な位置にある男優だと思っていた。しかし月日の流れは、人に対する感覚も自分に対する評価も変えてしまうものらしい。高倉健氏の死去の報道が流れて、新聞やテレビ、週刊誌などで追悼の特集が組まれ始めても、自分とは別の世界にいる人という気持ちがあって、特に実感は湧かなかった。唯一日本の悪口しか言わないはずの中国の報道官が、日本人でも高倉健先生は別だ、その死を惜しみます的なことを言っていたのが意外性があった。ところが健さんは死後16日目の夜、私の元を訪れ、翌17日目の朝、緊急霊言収録となった。なぜかは知らぬが、彼は私の中にも自分と同質のものがあるのを感じ取っていたらしい。お徳のけじめという言葉の中に深い意味があるのだろう。まずはご一読を願いたい。2014年11月28日、幸福の科学グループ創始者兼総裁、大川隆法。高倉健、男の目けじめ、目次。前書き。高倉健、男のけじめ、死後17日目、胸中を語る。2014年11月27日収録。東京都幸福の科学教祖殿第五館にて。1、国民的俳優高倉健の霊言を収録する。もともと行う予定ではなかった高倉健の霊言。高倉健の霊が夜中に不意の来訪をした真意。高倉健の出演作品の数々とその人気ぶり。高倉健の霊が自らつけた「お徳のけじめ」というタイトル。俳優高倉健を奨励し、ファンへのメッセージを聞く。2、高倉健が霊言を伝えに来た理由とは、高倉健のメッセージが出ると思っている人がいる。亡くなったことについて知らんと繰り返す。たくさんのファンに対してけじめをつけたい。役者の鏡になっている高倉健エピソードについて聞く。死んだ実感がないという今の状況。死後元妻のエリチエミと会うことができたのか。何か一言言わないといけないと感じている。死ぬということがよくわからない。幸福の科学を東京の恐れ山と理解しようとする高倉健。死後の密着ができるのは幸福の科学だけ。3、俳優高倉健の魅力に迫る。ヤクザの演技はしたが、ヤクザではない。自己分析をすると、高倉健の存在をどう表現するか。高倉健が持つ理想の男性像の作り方とは、中国でも人気があるのは中国人の理想像を秘めているから。儒教の中の行動派が任侠道。役者は年を取るといい役がないから難しい。ハリウッド映画にも出演する高倉健の英語力。他の人を諦めさせるのが名優の条件。高倉健が持っているものとは、観客が高倉健の背中に見ているものとは。4、高倉健が語る男の美学とは、多くの国民が心惹かれる愚直さ
不器用さ、映画に対して思い残すことはあるのか。高倉健が語る大川隆法の印象。男は美学を待ち、桜の花のように散れ。高倉健が惹かれる美しい生き方、美しい死に方とは。大川隆法は餌で釣れない独立不器の人だと思う。高倉健が大川隆法から感じた男の美学とは。5. 高倉健が人生を振り返って思うこと。高倉健と武田鉄矢は自分のキャラクターを字で演じる俳優。高倉健はなぜ義理と人情の世界に生きるのか。高倉健は自分自身のことをどう見ているのか。今ぐらいがちょうど死に頃だった。不幸な男がスターになれたのはいろいろな方々や神仏のおかげ。高倉健はなぜ中国人に人気があるのか。大川総裁が関心を持ってくれるようになったのでここに来られた。6. 幸福の科学の映画制作へのアドバイス。本当に作りたい映画だけを作りなさい。筋を通してやり続けたらファンは増えてくる。日本映画は霊界と宇宙人で遅れている。7. 霊言について伝えたいこと。霊言の真実性を力説する高倉健。高倉健が中国の高倉ファンに伝えたいこと。8. 日本の映画業界と全国のファンへ最後のメッセージ。映画監督は霊界を描いて国民の啓蒙を助けてあげてほしい。高倉健からの最後のメッセージ。9名優高倉健の霊言を終えて後書き。後書き。口数の多い人ではなかったので起点直後インタビューが成り立つかどうか心配だった。私自身も高倉さんの映画205本のうち数本程度しか見ていない。この活字男、高速回転読書男に高倉健の本心が語れるか、ファンの期待を裏切らないか不安ではあった。だがなんとか92分のスピリチュアルインタビューを終えることができた。最初はわからない、知らないを連発していた健さんもいつしか死と宗教について語り始めた。サービス心もあってのこととは思うが、男の美学を感じると私に対しても言ってくださった。ありがたいことである。死後まだ自分の居場所も定まっていないのに霊界はある、霊言は本当だと言ってくださった。律儀な方なのでわずか1日の滞在でも応援の気持ちを残してくださったのだろう。心の底から来世の幸福を願っている。2014年11月28日幸福の科学グループ創始者兼総裁大川隆法。